岡山国際サーキットに来ております。軽自動車がいっぱい走ってるんですけど。そうですね、はい、僕は明日の5時間耐久に出る予定です。はい、岡山に住んでらっしゃるこんにちは、アルトエフアルさんがアルトを持ってきてくださったということで紹介させていただきたいなと思います。よろしくお願いします。アルトエフアルです、はい、お願いします。でこちらの車両、あ、そうです、はい、HB21S の FR に改造されたドリシャーですよね。そうです、はい、ミッチーさんの乗られてたような感じで FR に、はいはい、そう、僕もアルトワークスでドリフトがしたくて FR に改造して、はい、ちょっとドリフトとかいろいろやって、はい、やってました、まあ、今もやりたいなとは思ってるんですけど最近はあんまりできてなかったんですけど、はい、それと僕が昔やってたのとほぼ似たような仕様になっております。そうですね、ちょっと真似してる感じです、はい、あ、そうですか。ちょっと紹介させていただきたいなと思います。よろしくお願いします。エンジンルームしていただいていいですか。はい、はい、すごい綺麗ありがとうございます。エンジンなんですけど、まずインタークーラーがジムニーのインタークーラーを使ってます。で、ここの90度、180度入れ替えて、そうですね、はい、溶接されたものですね、はい、普段ではつかないんで、はい、これをただ入れ替えるだけつきますので。僕も同じの使ってます。そうです。で、タービンが偶然ミッチーさんと同じ07タービンを使ってます。07の 4A で一番大きいやつ、ね。そうですね。はい。もうほぼポン付けですよね。ポン付けです。ちょっと下がなくなるんですけど、前 5A 付けてた時があって、それに比べたらもう大きいんで下がちょっとなくなる感じですね。何回転ぐらいから使えますか。4500ぐらいですかね。ああ、そうですか。はい。よかったら、まあ、回していただいても全然いいんですけど、はい、同じ旅なんでよくわかります、はい、で、オリジナルのサクションキットですね。これはショップさんで作ったものを揃わせてる、独特な形状ですね。あ、そうですね、とメーカーわからないですけど、エアクリーナーが変わってるって感じです。あとは、はい、ゲーターがちょっと大きいものもアルミのものに変えてますね。社外品ですね。よく冷えますか。そんなに冷えない、あまり冷えないんですけど、もう角度つけて横向けてるから冷えないですか。そうですね、下手ながらもちょっとドリフト楽しんでますはい、はい、あとはまあエスクードの圧レギュレーターとか、まあ、細かいところは。ほんまですか。そうです、僕も使ってますね、エスクードのレギュレーター。まだ新品が出るんだんで。あ、出ますね、はい、でもう買っとこうと思って買ってつけました。まあ、去年ですけど、はい、どうですかね、燃料濃くなりました。燃料ちょっとだけ濃くなりました。やっぱ電解錠ちょっと燃費系の数字的にはちょっと濃くなったかなという感じが。参考にさせていただきます。すいません、ありがとうございます。ミチさんの方が詳しいと思うんですけど、あとはまあ NGK のプラグコードが変わってるぐらいですね。このヘッドもなんか綺麗に塗装されて。いや、綺麗ではないんですけど自家塗装で、はい、安い塗料です。あ、そうですね、はい、ヘッドの色が違うとやっぱチューニング感みたいな感じがしますね。見た目だけですけどそんなに馬力は出てないと思いますんで、100馬力とか欲しいですけどね本音は。綺麗に作ってらっしゃいますね。あ、いえいえ。エンジンルームとかも再塗装されたそうですね、はい、綺麗ですね、はい。ちょっと動画の中にはあるんですけど、塗装してる動画、はい、マスキングして塗装しました。できるだけ奥まで塗れるような感じで、はい、外装ですけど。あ、そうですね、はい、ちょっとメーカーがわからないんですけど、はい、リップスコイラーをつけてます。下がチンスポンみたいに出てて、車高もすごい低く見えますね。そうですね、ちょっとこれ気に入っては、うん、あとテイクオフのエアロの古い式も持ってます。おー、それはアルトオフとかそういうイベントに行くときに全部付け替えていくみたいな。それも色を同じ色に置いてます。すごいですね見た目だけ早そうにしてる感じです。インタークーラー前置きにしてた時期もあるんですけど、今ちょっとこちら上置きに戻してます。はい、僕もこれ好きなんですけど、はい、この純正バンパーを切って、はい、あの網を張るっていうの。あ、そうです、ね、中が丸見えになってすごいかっこいいですよね。そうですね、純正バンパーをまたカットしてるだけですけど昔僕もここカットして、はい、ナンバーつけるところなくなったんで、このここに穴開けてビスで、一緒ですね、ナンバーと止めてました、はい、すごい既視感を覚えます。あと最近ちょっとベンチレーテッドのブレーキに変えました、はい、よく聞くようになりましたか。まだびっくりするほどは、まあ、ちょっと聞くようになったかなぐらいの感じで、まだその思いっきりグリップ走行でバーンと走ったりすることがないんで、そこまではわからないですけど、よく聞くようになったと思います。あと、まあ、車庫長がシュピーゲル
の車庫帳、ちょっとヤフオクで中古で買ったやつですね、はい、本当はピローを付け替えたかったんですけど、はい、あ、これ新規格用ってことですか。そうですね、これが付かなかったんですよ、はい、このピロー変えたかったんですけど、そうですね、変わるなと思って、キャスター方向にちょっと傾いちゃうんですよね。だから仕方がないんで、はい、まあ、そのまま車庫帳そのまま付けてます。でもドリフトするんだったら、はい、キャスター寝かせた方がいいですよね。あ、前も一応キャスターを寝かしてたんですけど、前はここに来てたんですよ、このネジの板が。あ、なんでさ、なんか変な形について、逆だったら変な形になるんで、一応こっちにキャスター方向に、あ、ちょっと斜めですけど付けて、ちょっとまあ下がるんで、はい、特別何もしないんですけど、ちょっともうボロボロなんですけど、はい、ポリットのリクライニングシートをちょっとつけてます。ちょっとこれつけてるのがいいんですけど、はい、はい、あとまあちょっと LED のメーターが変わっています。これは初めて見ました。これヤフオクに売ってるんですよ。今ちょっと売ってるかどうかわからないですけど、ヤフオクで売ってるんですよ。なんかここ加工するのって手間がいりそうで。これポン付けです、実は。あ、そうなんですか。ポン付けでですね、これ買ったらポンと付きます。へえ。で、まあオートゲージの安物なんですけど、ブースト系がついていて、水温、排気温、無音ですね、今付いてるのは。はい、で、これがナビを 2D に加工してます。あ、ほんまですね。、はい、あれ純正どうなってたかな。純正は 1D なんで、はい、ここに1個しかなくて、はい、スイッチがここにあって、エアコンパネルがあって、ね、はい、それを全部こっそり変えて、スイッチをこっちに必要な分持ってきてます。そうですね。、はい、本来はここにスイッチがいっぱい並んでるんですけど、それを全部上に上げたってことですね。そうです。へ、はい、あ、そんなことできるんですね。はい、作りました。これは自作です。面白いです。ここに 2D 入れたりっていうこともありますけどね。あ、そうですね、はい、そこにレオンが入れます、ね、はい、2D のシフトカバー、はい、これ希少です。 ありがとうございます。大変使いたいと思います。はい、ミッションとかは全てノーマルです。で、リアは、はい、あの車庫帳ではなくて、スズキスポーツのショックがついてます。車高調整のないんです、はい、でリアはブレーキパッド、はい、プロジェクトミューのパッドに変えとるだけで、まあ、リアは何も、あ、スリットローターが入ってるぐらいですね、ディックセルの、はい、そう、ハッチバックがこれアルトのやつです。アルトワークスじゃなくて羽がないやつ、はい、でもガラスはこれ黒くなってません？純正です。ガラスだけ入れ替えた感じですか？あ、そうです、ガラスは入れ替えました。あ、なるほど、マメですね。さすが。デフがデフロックしてるのと、センターをデフロックしてるぐらいで F1 にしてます、はい。ヤフオクに売ってるブッシュなんですけど、はい、それに打ち替えてます。やっぱりそうですよね。純正だとジャダー出ますよね。はい、そうですね、はい、まあ。モンスターの強化品か、はい、まあ、例えばこういうやつかピロかにした方がいいですよね。そうですね。もうそれは、はい、それがないとアルトの場合はドリフトできないです。そうですね、ガタガタガタってなるんで、はいはい、もうすぐ変えました。皆さんやっぱ抑えるところはだいたい一緒です。そうですね、やっぱ同じですね。これあれ、あれじゃないですか、モンスターの七角形の。そうです、モンスターのやつ見たことあります。すごい状態が良くて綺麗で、しっかりパワー出てて、いやー、パワー楽しそうな、もう速撮りですね、もう楽しそうな車ですね。ぜひ一緒に追走したいです。ぜひよろしくお願いします。追走させていただきたいです。ぜひお願いします。ぜひ一緒同じ走行会に参加できたらいいなと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。